はい、皆さんこんにちは、渡辺裕一です。では今回は EU4、織田家プレイ、信長プレイですね、続きをやっていきたいと思います。まずですね、前回は伊勢、さらに、棚ぼた的な要素は強いんですが、丹波を取りましたので、今回はですね、まず大和、筒江純慶を倒していこうかなと思っています。ただし、今お金が全くないという状況なので、収支の改善をね、最優先にやっていきます。では、早速始めていきましょう。終わりなんですが、まず要塞の維持費、これを一旦ゼロにしてしまって、収支の改善をしましょう。まず、収支の状況ですが、現在今、-1.08 だよね。-1.08 なんで、これを、ちょっと軍事要塞を、一旦、金食い虫なんで、無効にすると0.58か。これで、だいぶ改善されるね。あとは、陸軍の維持費含めて、全部一旦ゼロにしちゃいましょう。これでプラスになるかな。+0.1 か。+0.1 っていう数字はかなり厳しい数字だね。そしたら、住宅収にして、州から得られるお金を少し増やしておきましょう。丹波、伊勢。これは今お話した2つですね。あと、攻撃の一旦回収フェーズにしましょうか。北京からは一旦回収ですね。お金を回収に移します。ではこれで時間をまったり進めていきながら情勢を見極めていきましょうか。香港のね、選挙、ちょっとタイムリーじゃないお話になってしまいますけど、民主派が 85% ですかね、区議の、占有率を占めたというニュースになってましたけど、これでね、ちょっとでもデモがいい方向に上がってくれればいいなと思うんですけどね。香港、プラスアルファ、マカオに関しては、何度も何度も行ったことがあるですからね、今ちょっと行きづらい雰囲気にどうしてもなっちゃってますからね。中核省に住むのに、ちょっと読みづらい、字が小さいので読みますけど、今画面の右上、1551年12月で、この作業が終わるのが1562年の10月なんで、だいぶ先だね。おそらく丹波の方も同じような感じだと思いますので、それまでの間に、富国強兵、何か策を打っておきたいな。とはいえな、陸上ユニットを増やしたりすると、またお金かかりますからね。ちなみにアジア重兵、1ヶ月あたりの維持費が 0.16。うん。騎馬武者はもっと高いよね。0.40。軍事力を少し上げておきたいという思いはあるものの、お金がないので、いまいちこれぞっていうものが得られないよね。そのためには伊勢と丹波の中核集が小赤を早く終わらせたいよな。じゃあ今のうちに他の画面とかをちょっと見ておきますか。宮廷のものなんですけど、顧問を雇うとまたこれは金がかかるんで、ちょっとこれは見送りましょう。おっと、秀吉が来たな。時間かいと見えます。注目すべき男が足軽たちの中から台頭。時代的には少し遅い登場かな、秀吉。ちなみに秀吉の朝鮮出兵と信長の世界への野望、どっちでやろうかなってちょっと悩んで、秀吉でね、朝鮮出兵、実際にはね、失敗って言っていいのかな、うまくその事業はいかなかったんですけど、このゲーム上 EU 法上で秀吉の朝鮮出兵をやろうかなと思ったんですが、今回はちょっと信長のね、信長帝国、そういうテーマでやっているんですけど、
ども、これが終わったらね、秀吉の朝鮮出兵は、ぜひともやりたいテーマで、やっていこうと思っています。で、秀吉が現れましたって話だよね。で、秀吉が入るのは、この回で、秀吉をやってみましょう。じゃあ、一旦、宮廷しか見ていないんですが、この秀吉を任命しちゃいます。頼むぞ。で、時間はまた進めていきます。で、その間にまた見ていこう。セブン、ここもね、新たな、開放がないのでちょっと寂しい感じかな。外交に関してもお金がないので少し厳しいですが、で、経済は先ほど見ていただいた通りですね、収支プラス 0.24、 もうちょっと上げたいよな。本人としていじれるところがあまりないですからね。借金はしたくないので、とはいえ、よくよく考えると、まあローンは組んでるんで、マンションがもう何年か返してるんで減っては来てると思うんですけど、奥さんが1500-600万、僕が2000万ぐらいですかね、最初借りた時は。で、海軍用品の輸入空気ですね。金が入ってくるのがいいかな。重症主義に、あるいは畠山の腕への評価がプラス20。畠山か。キーの畠山。これ、味方にしておいて損はないよな。畠山に運を言っておきましょう。まあ、ちょっとこれでなんで海軍用品の輸入で、畠山の評価が上がるのかというのはちょっと謎ですけどね。で、海運アイディアがアップデートできるという話だね。ここだね。造船の観測化入れちゃいましょう。外交400。外交400か、結構使うな。いや、外交400はない。外交400使うぐらいだったら、ちょっと先にアップデートした方がいい気がするな。ね、開発しちゃって収益を上げる方が優先度が高い気がする。終わりのアップデートをしていく。マックス値までアップデートしちゃう。これでね、外交力400を使ったテクノロジーの解放はできなくなってしまうんですけど、400超えてたのがもう62ですからね。でもこれで収益がまた改善されたんじゃないかな。最高 0.98。プラス1ずつ増えていくようになるっていうのは本当にありがたいね。だいぶ改善されるんじゃないかな。では時間を進めていきます。で、技術3はもう使ってしまったのでアップデートができないですね。アイデアも同じです。本当だったらこの造船の簡素化で、船のコストマイナス10。まあでも船今12隻持ってるので、この12隻のコストが下がるっていうのは、まあそれはそれで良かったのかもしれないな。今のキャラベル。で、あと、まあ小型船含めて12隻。持ってるはずなんですよね。ガレー船とコブ。なので、この12隻の運用コストが下がるんだったら悪くないかな。造船コストが下がるよっていうものだったら、今すぐ造船するっていう余裕もないし、お金もないしっていうところなんですけどね。で、今一番できそうなのが、エクスパンドザ国家か。これで2つ以上の本土を得る。まあ今中核集化してるので、これの後ですかね。このミッション達成できるのは。上杉から、王室間の婚姻。受け入れるよ。味方を持ってほしいな。なんかとかね。いくつかありますけど、すぐできそうなものはないかな。ミノが今一気に襲われてるね。画面上よく見てみると、
決断もね、日本の統一果たしたいけどね、それを行った後に大陸への進出で、反乱軍と反乱の可能性か、これも抑え込んでおきたいな。北畠だったり丹波だったり、まあ、伊勢だったり丹波だったりといったところを解放するはありえない選択肢だからね。主君のこのままいきましょう、まあ、信長こそ神であるというね、まあ、そういう理論なんだと思うんですけど、信長からすると。交易効率プラス 5% はでかいな。交渉処遇、寄付を要請で金 7.52 を得る。ただ商人組合と、まあ、圧力が生まれて、信用忠誠を50から10失うという話だな。で、大臣雇用だと、まあ、年間のインフレ減少がマイナス 0.1 か。これもありがたいな。インフレ上がっていくともう全てのコストが上がりますからね。一旦ただここは我慢するしかないかな。お金も徐々に増えていくと思うね。で、ミノは一気に奪われてしまったわけだな。では、少しお金に余裕出てきているので、まあ余裕はないかな。ですが、アジア重兵を、少し雇っておきましょう。今後の戦いに備えて。で、今後の標的になるこの大和筒井なんですが、ここに仮に戦争を仕掛けた場合どうなるか見ておこうかな。ヤマトを獲得するという話なんですが、まず、ヤマト、筒井家は、時氏と同盟関係に結んでいて、仮に参戦した場合、時氏が参戦か。一方、今川徳川上杉諸君、儀式が、彼らは全く信長の味方をする気配はないな。で、一個一機。マジか。大名たちの再現のない戦に対する不満は、農民僧侶、小規模の人種たちを怒らせたという話で、戦争の準備と事態の悪化を避ける。まあ、事態の悪化を避けよう、今は。で、外交の動き。国家間の外交は、しばしば関係する両国からの突発的な要因の影響を受けます。という話ですね。で、新たな外交官。さらに、近隣諸国との関係改善。まあこれ足利幕府下にある今の時代なんですけど、まあ、外交官に目がいかなくて外交官を増やしましょう。まずは中核集化してしまうのかな。優先かな。でお金を増やす。近隣国でいうとね、僕は三河家康を討ち取ろうとなってもね、今、まずは同盟を破棄しなきゃいけないってなると、それはそれでまたハードルがね、少し高いですし、北条今川千葉を敵にする、武田とのバトルもちょっと考えにくいな。バンクーフとの同盟もちょっとしたくないしね。一膳の朝倉は、これど、対戦した場合、細川が敵につくのか。味方になってくれるところがほぼないっていう現状だからね。キーの畠山は同盟行動、同盟提案しとく。同盟提案しておいて、畠
山と同盟が結べたって、この状態で、まあ、そもそも畠山と筒井ね、なんかどうなのっていうのもありますけどね。確認しておきます。先生ここ仮にした場合、畠山が参戦してくれるか、これで少しは戦えるな。あと長宗我部だね、長宗我部。長宗我部とね、信長はもともとはね、長宗我部が四国を制圧統一することに肯定的だったものの、まあ、次第に信長のね、政策の変化とともにその方針が変わって、まあ、最終的には四国征伐、これが行われるぞっていう、まさにその直前にね、本陣を切って、それが立ち消えになったというものがあったので、一旦ここはね、しっかりと長宗我部と同盟を結んでいます。で、その上で改善した場合だ、長宗我部と畠山が味方してくれるわけだな、うん、これなら戦えるんじゃないか。改善と同時に、そうだね、筒井の大和に一気に攻め上がるというのがいいのかな。今5000の兵を伊勢に集めているので、この5000の兵でなんとか勝負する感じかな。まず中核集荷が終わるのがもうすぐ終わるので、中核集荷が終わったらそのタイミングで一度戦争を仕掛けてみますか。にいるこの千の兵がうまく活かせないよな。中核州高額が進みましたね。収益がどんだけ上がってるかちょっと見ておきましょう。 0.94 でしたらないな。では他のところでも兵を集めていきましょう。いよいよ戦争を仕掛ける、まあそんな感じかな。中身確認しておきましょう。領土本土に転換、山陰道本土にすることで毎月の維持費は 0.04 になりますが、自治率が低いレベルに下がった場合は 0.17 程度。収入が増加、うん、人的資源が今すぐ欲しいかというとそういうわけでもないけど、ここは領土化しておきましょう。少し兵の数増やしたかったな。何？筒井のところに伊達と千葉が入っているな。これ戦線復帰した場合どうなる？
長宗我部畠山が味方になってくれた上で時氏でね、ままごとの、まあ、同盟をね増やしすぎると今後逆に動きが取りづらくなるというのもあるので、一旦このまま行きましょう。で金はプラス 0.5 の兵を増やしすぎてな、で少し力は溜まってきているので投資をしていきましょうか。していくしかないからね。収支が 1.20 に入る。そして指揮官を取っちゃう。秀吉が今いるので、ここに新たな将軍を宿入れる。吉野の板倉、こんな武将いたかな。吉野さんなんていたかな。ここも武将を雇いましょう。信孝、前田、前田信孝、ちょっと記憶がないな。で今時氏、まあ、時とあと順慶の軍がどこに展開してるかな。しまった、参戦要求してない、やらかしたな。参戦要求って後からもできてくれそうなんだけど、参戦要求しておきたいけど参戦要求がちょっと効かない感じかな。まあ、にしてもだ。とりあえず単独でじゃあ、純慶ごとき、蹴散らしてやろう。参戦要求、あったあった。ここだね。参戦要求。長宗我部にも参戦要求をしておきます。畠山が早速何筒井に占領されてるわけ。これな、畠山が出兵してたからその間にやってきたわけだな。ちょっと待って、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 
か伊勢の戦いは破れそうな気配があるけど大丈夫？陸軍の維持士は戦争が始まるとマックスになって気がするんですが、勝ったね。なってるよね。で、艦隊維持費はもう下げよう。まあ、ここも信長軍の方に畠山がついてくれたおかげで、時も撃破できそうかな。まあ拒否するよね。早めに戦争終わらせたかったけど拒否するよね。まあ、このまま放っておけば大和は攻略できると思うので、大和の後美濃ですよね。美濃で南蛮貿易が入ってきてます。不潔で日本の文章を理解できない礼儀知らずの態度の外国人はポルトガルやオランダといった馬鹿げた名前の国から日本に上陸した。まあでもこれって相手からすると英語も理解できない馬鹿な日本っていう、そういう感じですよね。で今もおそらく脈々とその流れは受け継がれているんじゃないかなと思います。何度か僕ね、お話したことあるかもしれないんですけど、僕外資系の会社に勤めてるので結構英語でのやり取りが多いんですけど、その割におそらく社内でも屈指の英語力の低さを誇る僕なんで、結構ね、ふふんみたいな態度はあります。まあ、それは僕にとって全くコンプレックスになってないんで、何が悪いんだよ、みたいな。まあ、最低限分かりゃいいだろう、みたいなスタンスなんでいいんですけど、まあ、これはね、まあ、今後やっぱり英語力はね、必要になってくるかな。あと、まあ、中国語も今後は必要になってくるんじゃないかな、と、思うので、子供がね、できたら、英語と、中国語は、並行して、なんとかね、身につけてもらいたいなとは思っています。長宗我部が何？美濃を取ってんの？今。やるなぁ、長宗我部は。これ、参戦しとこう。美濃は、長宗我部には渡せない。戦勝ポイントをね、得ておきたいの。長宗我部には金は払うが、領土は渡さん。ちょっとお金が心配かな。まあ、今時間をね、2回目ということもあってのんびりしてるんですけど、まあ、おいおいはもう少し時間を早めて、チャカ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 進めていこうかなと思ってますが、まあ、今回はちょっとこのスピード感にね、お付き合いいただければと思います。
石の筒井純慶攻略がちょっと手間取ってる感じがするな。供給が足りてないのかな。これそうすると舞台を一部動かしてもいいのかなって感じがするけどね。今美濃と大和同時に攻めている状態なんで、まあ、少し、まあ、効率面という意味では、まあ、よろしくはないのかなという感じはしますよね。でもこの統治外交高まってきたら金を得るために開発になっていくことちょっと待ってね。一旦ヤマトの戦いが消滅してね、ヤマトをもらうゲームがその前に金を得たいんだ。で舞台を分けちゃいましょうか。そして一つを美濃へ派遣して美濃の攻略を行っていきます。大和には兵2000を駐留させます。で丹波にいる3000をこのまま駐留させて美濃の攻略を最優先。条件が悪すぎる。20の金なんて話にならない。拒否。まずは、我々でこの美濃を取る。美濃、伊勢、大和、まあ、もちろん尾張ですけどね、取ってあとは越前も取っていよいよ国取り、京都を取る準備をね着々と進めていきたいので、まあ、味方を増やすという、まあ、そういう温度取りが必要ですからね。まあ、筒井からの和平の提案は一応覗いてみるものの基本拒否だな。まあ、同盟国がいればいるほど楽だけど、同盟国がいればいるほど身動きが取りづらくなるというのもまた事実ではあるので、ちょっとバランスは難しいのかなという一面はありますよね。さあ、今の戦いの終結。さあ、これで戦勝点マックスに達してるので確実に領土をいただく。でさらに金ももらえる。ちょっと戦勝点でしょ。これで要求をちょっと取ってみるか。OK だ。金が増えて領土も増えた。美濃の攻略完了ですね。さらに副産物としてヤマトも取れたので、これは完全にありがたいね。では続いての標的として細川に対しての海戦自由獲得したね。朝倉も可能、武田も可能。よしよし、いいですね。というわけで今回はじゃあ美濃攻めが完了したので、今回はここまでに、まあ、させていただいてですね、次回またこの続きをプレイしていきたいというふうに思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が
面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。